花粉です。新年明けましておめでとうございます。2024年になりました。2023年もたくさんの応援ありがとうございました。もう2024年最初はなんといっても上椿スタジオ最大の挑戦、上椿代々木決戦ですよね。その前に私花粉は20歳を迎えまして、1月この代々木決戦の前に成人式に出席してきます。もう20歳になっちゃったけど、まだ四捨五入10の位で四捨五入したら前と変わらないですね。14歳で活動を始めてからもう6年も経ったということで、どうなんだろう、みんなはいつから見てくれてるんだろう。6年見てくれてる方もきっとたくさんいると思います。変わったかな、成長してるかな。2024年の花粉も20代の花粉も10の位で四捨五入したら0歳の花粉もまだまだよろしくお願いします。今年も皆さんにとっていっぱいの幸せであふれる一年になりますように。花粉でした。またね。